皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気でございます。さてさて、カラオケタイムでございます。今回は、すごい昔の曲を、すごくはないか。まあ、結構昔の曲を歌います。すごい昔って言うとね、クラシックを想像する人もいるんでね。はい、一応言っときます。はい。まあまあ昔の曲を、僕が生きてる間としては、昔の曲を歌います。はい。歌詞が、大好きです。歌います。ブラウン管の向こう側、かっこつけた騎兵隊が、ピカピカに光った銃で、できれば僕の憂鬱を打ち倒してくれればよかったのに。神様に賄賂を送り、天国へのパスポートをねだるなんて、本気なのか、誠実さのかけらもなく、笑っているやつが見るよ、隠している、その手を見せてみろよ。心や皮膚や目の色で、一体この僕の何がわかるというのだろう。運転手さん、そのバスに僕も乗っけてくれないか、行き先ならどこでこんなはずじゃなかっただろう。歴史が僕を問い詰める、眩しいほど青い空の真下で、
はい、歌い終わりました。いい曲ですね。はい、86点ぐらいですかね。2箇所間違えました。1つはリズムを間違えました。もう1つは歌詞を間違えました。まあ歌詞というか文字を間違えました。はいはい、そんな感じですね。はい、いやけどいい曲ですよね、ほんと。マーシーはいい歌詞を書くな、ほんと。ね。いや、ヒロトもいい歌詞書くと思いますけど、マーシーもいい曲書くと思いますよ。いい歌詞を書くと思いますよ、ほんと。はい。ブルーハーツ良かったですよね。今も別に、クロマニオンズも別にいいと思いますけどね。はい。いや、ブルーハーツ良かったな。はい。まさにブルーな時に僕の青春の一部でございます。はい。ブルーハーツ。はい。ということで、今回の配信は以上となります。また別の配信、または次の配信でお会いしましょう。さようなら。